どうもー、はい、大喜利の結果発表です。はい、していきます。はい、していきましょう。お待ちかねです。お待ちかね、はい、今月は5000円分をプレゼントさせていただきたいと思います。はい、はい、結構の額ですからね。はい、はい、今日の感想どうですか。今回の感想は、今回の感想、はい、あの皆さんのコメント、はい、なんか両極端に分かれたなっていう印象です、僕の中では。どういうことですか、両極端。なんかつまんねえなと思うのと、そう面白いって思うのと、はい、この両極端だったなっていう、まあ、そんなイメージですか。僕は皆さん面白いなと思いましたね。ズリーズリーあれ、好感度上げてきてる。はい、しょうがないですね、それは。僕はやっぱりバッサリいきますよ、そこ。なんでやねん、言ってください、これ。はい、じゃあもう発表していきますか。していきましょうか。書いてますんでね、うん、僕2人が面白かったな、正直、うん、はいはいはい。あ、僕からちょっと言ったじゃん、もう。あ、いいよ。で、はい、2人面白くて、1人はまあ可愛いんで選びましたね。あ、ちなみに、あれですからね、毎回毎回やってますけど、ああの、お互い5点ずつ持ち点あって、はい、それを気に入った人にこう振り分けていきますよと、はい、で2人合わせて一番多くポイントを取った方が、優勝という形になっておりますので、はいはい、そのように聞いてください。はい、はい、じゃあ、川子君どうぞ。はい、1人目、ZKさん。ZKさん、はい、前回の覇者ですよね。ですね、はい、ホールに再び夢を、こっそりならマックスキー復活させて、いいよ規制。これ面白いでしょ、からね。これ面白い、はい、そう、どうやってこっそり入れるんだっていうね。でもマックスキーね、復活してくれたら嬉しいところもあるもんね。ね、うん、こっそりだったら入れていいよって、ね。ね、はい、これ2点ですね。これ2点、はい、高いんだね。ZKさん2点、はいはい、もう2点。小林武さん、はい、これ相当面白かったです。これ見た時笑いましたね。これね、パチンコホールの厳しい状況を理解し始めた。1パチから4パチの出玉移動は即刻逮捕している4パチから1パチの出玉移動は黙認してもよい。かよかった。これ面白いですね、相当ね、うん、はお店からするとね、1パチから4パチに持ってかれたらたまったもんじゃないけど、4パチから1パチは喜んでてほしいですからね。まあそうだな、利益出るからな。はい、うん、それはそうだな、今の厳しい状況を考えたんでね、はい、これ2点ですね。これ2点、はい、1点が、かわ、これ可愛いじゃんと思ったんでね、ネミッサさん、はい、お客さんに変なあだ名をつける確かに可愛い、それは俺もね、可愛いですね、うん、大喜利かわからないけど、可愛かったんで、可愛かったね、はい、チャンピングしますね、これ1点、はい、はい、以上です。合計3人ですね。はい、以上です。私ね、はい、発表させていただきます。お最初に言っとくけど、ね、もう1人も被ってね、被ってない、被ってねえってことは、いや俺一人3点入れちゃったんだよ。西田さんとバラエティセンスちょっと合わないですよね西田さん、それ大喜利かって言うのやめますからね、いつも。そう、俺逆にどうかな、まあいいや、いや、発表していきます。じゃあ僕ね、はい、あの3人選ばせていただきました。はい、はい、1点と3点がいるんですけど、1点の方から、1点から、はい、あ、いや、3点から、じゃあ3点から、3点いっちゃったら決まっちゃった、あ、すみません、1点でしょ、1点でしょ、はい、もうかぶってなく3点がいるってことも決定しましたね、確かにね、はい、すいませんが、はい、はい、じゃあ、1人、1点からいくんですか。1点からいきましょう。1点から、1点2人ですね、はい、1人が、なべさん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 、どういうのでしたっけ、ね、なべさんは、いた、日替わりで激アツ柄の靴下を履かなければならない。面白いじゃん、なるほどね、面白いじゃんあれでしょ、もうこっそりと入った規制でしょ、うん、うん、いい、面白い規制だ、うん、もらってゼブラ柄とかトラ柄とか、ね、入ってるわけですよ、うん、水玉とかそう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 、面白いじゃん、はい、これ1点でした、はい、はい、次の1点ですね、うん、これはね、なんか、まあ、前田圭司さん、前田圭司さん、そうだ、はい、うん、まあ、僕の趣味が出ちゃってるところもあるんですけど、パチンコ店に清潔感を出すために白のパンツ、白の靴下しか履けなくなった。このパンツね、多分ズボンのことをおっしゃってると思うんですけど、もう僕これ見た瞬間にもう真っ先にあのちょっとあの下着の方のパンツが出てきちゃって、で女の子だったらすごく嬉しいなと思ってしまったので1点です
そこ履き物系が好きなんですね。両方とも履き物系。あ、そうね、うん、分かりやすく靴下だったり、うん、僕の脳みそにはちょうど良かったそうですね。はい、はい、次3点。これ俺ね、俺絶対軽くなと思ってたんです。そうだ、優勝者ってことですね。はい、優勝の方です、はいはいはい、優勝者、うん、発表します、はい、じゃん、倉内さん。倉内さんも、はい、初投稿じゃないですか。初投稿です。多分ですけど、はい、内容、はい、監禁所のおばちゃんとの濃厚接触禁止。あクソ面白いじゃん、こんな規制が。これは確かに面白いですね。うん、そう、ちょっとあのスレスレなところもあるんだけど、はい、今の、うん、ね、世の中の状況的にね、状況的に、ね、そうそうそう、スレスレなんだけど、まあまあまあそうじゃなかったとしても、うん、ちょっとまあこういう濃厚接触が普通に行われていて、それを禁止する規制ができたっていう、その状況がすげえ面白いなと思って、あー、なるほど、これいいですと思って、ね、クラスさんに3点でございます。3点入りました。そうか、そうなっちゃったか、はい、まあいいでしょう。ということで、綺麗に分かれて、はい、倉内さんが、はい、優勝ということになりましたので、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、じゃんけんでいきましょうか。ですね、毎回これの、どっちかが、お支払いするというふうに取らせていただいて、毎回バトルしてます、はい、なので今回はじゃんけんで決着をつけようと思います。ほぼ僕が負けてる気がしますけどね。そう、しかも毎回なんか必ず勝てる方法俺知ってんだぜって言ってさやってくんだけど、もう勝ってこないんだよね。それやってっからいけないんだよ。うん、そっか、まあ OK、 じゃあ何も考えないですね、今日いきます。Okay, 負けた方ですね。負けた方は5000円分の負けた方は続き言ってみよう。はい、どうやってしましょう。はい、いきましょう。じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。ずーっと負けてる。こんな負けますかね。もうなんか確率就職するって嘘かな、あれは。誰か来たんだけどな。うん、弱い。はい、ということで、カラコからね、あの5000円のアマゾンギフト券の方を、差し上げたいと思います。はい、じゃあ、工藤さん、僕に、ツイッター、DM ください。はい、はい、なんかおめでとうございます。私、クラウチ、クラウチだよっていうのなんかね、スクショかなんか撮って送ってくれたらありがたいですね。あ、そうですね、はい、なんか分かりやすい何かをお送りいただければと思います。はい、はい、ということで、はい、また来月、はい、はい、ですね、毎月やってますんで、はい、ぜひ次も見てください。はい、はい、皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございます。はい、バイバイ、はい。